さて、追っ始めるか。黒い剣士、これ以上まだ集大を晒すか。俺を何たる余力、これが先ほどと同じ男の打ち込みか。この気は懐かしいな、友よ。奴にも同じ道をたどらせるか。貴様と同じ冥府魔道。あの大剣と甲冑を身に帯びた者に、いや、人間に可能な動きではない。強えなんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれは、そんな生優しい代物ではないんです。危険です。これ以上あんな戦い方、ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。見事、この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いや、それ以上の挑戦士よ。
だんだん人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで。あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう、お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。これが海かよ。と、でき楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃってお子ちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。
ない。いいもんだな。もうねえと思ってたぜ、日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。また眠れる夜が来るなんてよ。再び眠れる夜がやってきた。だが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。ガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離音と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい。そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、そういう場所は必ず隔離音とつながってるんだって、あの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやって小利口に自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどな。そんなことガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜ。ひねた大人の見本がよく言う。お気遣いなく。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津世の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世と宇津世の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく、新たな偉大な生命へと羽化することで、決してシールケ、決して悲しむことでは。なんだかスッとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。そっか、シール家ももうお年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっとい年上だなんてね。ちょ、イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い、いやー、くすぐったい、ラブリーン。客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。見舞いに来たわけじゃねえんだろ。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに使徒が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う。指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び、強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のオクラ出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな。いけすかねえな。
相変わらず何でも知った風な口ぶりだぜ。ご忠告痛みいるかね。あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。そうです、そんなことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか？この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか？レイジの森の魔女のマナ弟子だけあってなかなかに逆しいものだ。いかにもその鎧は我が身におびしものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。気があればたやすく豪華と化す。たとえ呉服が施されていようとも、夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。